避けるだけがドッジボールではありません。飛んでくるボールをしっかりキャッチしてボールが取れるようになるとドッジボールがもっと楽しくなります。練習を始める前にキャッチングで見られる悪い例を見てみましょう。このように向かってきたボールを手だけで取ろうとするとボールを弾いてしまいます。しっかりキャッチするにはどうしたらいいのでしょう。それではキャッチングの基本的な形を見てみましょう。両足を肩幅くらいに開いて腰を落とし、体はやや前かがみの姿勢で構えます。飛んできたのが低いボールなら膝を地面につけても OK。 両手で包み込むようにして体全体でキャッチ。これが一番安全なキャッチングです。それでは良いキャッチングが身につくためのトレーニングに入りましょう。まず最初に転がるボールをキャッチする練習から始めましょう。ボールが来たら体の正面でキャッチ。この時手だけで止めないよう気をつけて、胸でボールを受け止めることをイメージしましょう。転がしたボールっていうのは一番低いボールですから、ね、低いボールをきちっとすくい上げて取るには一番いい練習です。なのできちっと構えてください。しっかり構えて転がったボールを取ります。しっかりすくってグッとね、もう自分のボールにします。素晴らしいです。ナイスケット。はい、オッケー。じゃあ膝をつけてみよう。大きいんだよ。もう一回構えてみて。構えてきたらせーのでお膝つけてみようか。そうそうだね、膝つけて下から抱えてみよう。抱えてね、向けてみようか。せーのでやってみる。いきます。はいよ、せーの、頑張れ。そう、ナイスキャッチ、素晴らしい、完璧です。はい、お願いします。はいよ、せーの、はい、はい、素晴らしい、声も完璧、素晴らしいね。お願いします。はい、いくよ、せーの、はい、ナイスキャッチだ、素晴らしい。